こんにちは。素直サイズ、なおです。今回は、オーバーサイズじゃないベスト、母の日にあげたいコットン糸のベストが、片方が編み上がりました。使っている糸は、オパールコットンのコットンプレミアム。9712で靴下を編むとこのような柄で出てきます。こちらを一玉編み切った状態です。で、一玉編み切って残りがこれだけになっています。結構ギリギリまで使いました。で、サイズなんですけど、ちょっと模様的にのかごめ編みの部分がこう伸びるので、持ち上げた時のシルエットと平置きのシルエットがちょっと違うので、参考のサイズとなります。横幅は約59センチぐらい、60センチっていう時もあるんだけど、一応59センチと、長さもちょっと映りきらないので先に測ってるんですけど、長さはだいたい平置きで62センチ、着丈が62センチになっていました。ただ、最初にも言ったんですけど、ちょっと持ち上げると縦に落ちるので、もう気持ち長めに着れるんじゃないかなと思います。で、ちょっとまだ片面だけど、体に合わせて肩に当てて、体に当ててみると、だいたいお尻は隠れるぐらいの長さまでいくんじゃないかなと思います。もしオーバーサイズベストだと毛糸を使う量もすごく多いので、こちらのオーバーサイズじゃないベストっていうのだと、オパール毛糸だったら、ソックヤーンだと思うけど、オパール毛糸なら2玉でお尻が隠れるぐらいのサイズのベストは作れそうです。で、大体の私が編んだ私の編み手だと、ゴム編みは12段で、模様編み部分はだいたい170段ぐらい編めています。と、涼しげなベストができそうなので、こんな感じで頑張って母の日に間に合わせたいと思います。作り目は102目にしています。オーバーサイズベストは作り目を142目で編んでいて、今回は102目なので、すごい長旅っていうほどではないかなと思います。細かいの模様の目の数とかは、前にオーバーサイズじゃないベスト編み始めますみたいな、編み始めてますかな、そういった動画の方でお話をしているので、よかったら参考にしてみてください。
そしてこまめに編んでいかないと、油断するとあっという間に4月も終わっちゃうかなと思っているので、早速編み始めています。ちょっとあんまり綺麗じゃないんだけど、ゴム編み部分8段ぐらい編んだところです。ちょっとだけお話をしながら編もうかなと思います。あったかくなったかなと思ったらまた寒くなったりして、体調管理に皆さん気をつけてくださいね。私は風邪もひかず元気に過ごしています。で、夏に向けての試作品をいろいろと思いついたものを試作しているんですけど、ハーフソックスのこのサイズでいいかなっていうサイズは編み上がったんですけど、1足分編めたんだけど、ちょっと試着試し履き、サンダルに合わせて試し履きっていうのがまだできていないので、試し履きをしてみて脱げないかとか、歩いててぐるぐる回ってきちゃうとか、なんかそういうのを確かめられたらまた動画にして、コットン糸のウールが入ってないコットン糸のソックスがどんな感じかみたいなのもシェアできたらいいなと思っています。サンダルもヒールのあるのに合わせたいなと思って作ったんだけど、ペタンコのサンダルもあるので、そちらでもちょっと試してみようかなと思っています。かかとがある靴とない靴で履き心地とか脱げ感とかが違うのかっていうのも検証したいなと思っています。あとはアームカバー編んでくださってる方もいるようで、ありがとうございます。手にピタッとつかないアームカバーも編みたいなとは思ってるんですけど、アイデアが固まらないのでまだ手はつけていません。針の号数を上げるだけでもいいのかなってちょっと思ってるんですけど、少し透かし柄が入ってる感じのもいいかなって思ってるんですよね。私ができる透かし模様はカゴメ編みとメリヤス編みのミックスなので、同じような編み方ばっかりなんだけど、ひとまずその模様でアームカバーを編んでみようかなってちょっと思ってはいます。
針の号数を上げるだけで緩くできるから、そんなに考えなくてもいいのかなと思ってるんだけど、オパール毛糸を使うことが多いんだけど、オパール毛糸でメリヤス編みが何号ぐらいまで編んだらどんな編み目なのかなっていうのは、私は一番太い針で8号の針まで太くしてメリヤスを編んだことがあります。なのでその代わりすごいスカスカっとした感じだけど、夏物だったらちょうどいいのかなって思ったりしています。ちょっと手を止めて、ちょっと出してきました。細くて比べられないかもしれないんだけど、これが8号で編んだメリヤスの編み目。見えますかね、こんな感じと、見えないかな、6号で編んだメリヤスの編み目、こっちの方が、さっきのがいいか。6号で編んだメリヤスの編み目です。こんな感じです。これが感じでアームカバーになっても、ちょっとメリヤスかごめ編み部分も2本じゃなくてもいいかなって思うんだけど、こんな感じのちょっとゆるくて涼しげな感じもいいかなって思います。それだと日よけにはならないけど涼しそうではありますよね。こんな感じで、なので8号でも編もうと思えばメリヤスは編めるので、何号で編もうかなっていうのは想像中です。なのでもしまた試作これだって決められたらまた試作しています、っていうアームカバーの第2弾が出せるんじゃないかなと思っています。こちらはちょっと順調に進めていきたいと思います。ギリギリの仕上がりじゃなくて余裕を持って仕上げられたらいいなと思います。ちょっとね、油断しやすいので1枚目の方はだいたいトータルで
7日結構集中して編めてる時間が取れたのは7日ぐらいで、1、2段しか編めなかった日はカウントしてないんだけど、片面で7日ぐらいかかっています。試作をしながらこちらも編んでたので、2枚目も多分試作をしながら息抜き、すべて息抜きにいろんなものを次々と編んでいくんだと思うんですけど、こちらも喜んでもらえるだろうと思って頑張って編んでいます。今回はオーバーサイズじゃないベストの片面が編み上がって、だいたいオパール毛糸コットン一玉編み切って片面が作れたんだけど、そちらのサイズの確認のお話でした。編んでみようかなとか、編んでみていますっていう方の参考になるといいなと思います。今日はここまで。お腹がキューキュー鳴ってたかもしれないですけど、ずっと腸がくる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 言ってたかもしれないんですけど、音が入ってたらすいません。まだご飯食べてないのでお腹がいっぱいなっちゃいました。今日はここまで。最後まで見ていただきありがとうございます。終わり。